エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はコーチング企画をやっていきたいと思います。応募いただいた方はまたまたトライスプリンガーの方ですね。最近の悩みは課題点がいっぱいある中でどれから優先すべきかわからないのと、自分で見えてない悪い癖がある気がすることです。この試合の時は品台でとにかくキルを意識していましたが、いろいろと実力が足りなかった気がします。反省点として次のことを考えていますが、同じような状況になった時に備えどれから改善すべきでしょうか。キャリー力が欲しいですという感じでした。で、挙げられたものが4つほどありますね。前線へのカバーが甘いこと、あとは全体を通してマップの右側を管理できていないと、で敵に詰められた時の処理のもたつきがある、もっとキル直当てが出ない、右へのポイズンをもっと投げてればよかったとですね。で、まあ、こちらを中心に、試合の方を見ていきたいなと思います。結構項目多いですが、このあたりはシンプルに見ていきたいと思います。
それでは試合を通して感じたことを話していきたいと思います。特に感じたこととしては、中央を取るための場所が一定であったことです。今回は湯の花ということで左からの立ち回りでしたが、中央と左側の攻撃は通ってましたが、壁裏に隠れて回復されることが多かったように感じますね。特に高いところに関してはトラストの攻撃だとギリ奥まで届かない距離です。そのため相手が中央の高台に滞在しやすい環境を作っていた可能性がありますね。ただ味方と連携が取れてキルにつながっているので、この距離をうまくコントロールできればさらにキルは取れるかなと思います。一番距離を変えるのが簡単なのはポジションを変えることですね。左の立ち位置から金網を乗るのはリスクがありますが、右側にある高台から攻撃をするのはどうかなと思います。逃げた相手に対して金網から攻撃するよりも安全に近づいて攻撃ができるといいのかなと思いますね。攻撃を当てて逃げたら押し込んでいくイメージでポジションを変えるのがいいのかなと思います。それでは試合中に気になったポイントを2つほど話していきたいなと思います。まず1つ目ですね。1つ目は最前線の取りこぼしという点です。ここ押し込んでるシーンですね。このシーンなんですが、メガホンとかも使って追い込んでます。で、1枚だけ中央に向かってくるんですよね。で、右側突っ込んでいってます。で、メガホンと味方の攻撃もあってかなり追い込んでる状況なんですよね。なんですがこの後味方がやられるのでこっちに木を取られてしまって正面に切り替わってしまいます。この対応ですが、そのまま裏取りをされる可能性もあるので、処理をしっかりした方がいいかなと思います。というのも、正面にいた2枚というのは、他の味方が対応しているため、まだ抑え込める状況なんですよね。ですが、この状況で抜けに気づいているのは弓だけです。なので、後ろから試合を壊される可能性があるというわけですね。で、抜けをした相手に前に出た味方が気づきにくいっていうのはよくありますので、ここは後衛としてしっかり抜いていきましょう。実際ここで、トリプルトルネード吐かれてますからね。では続いて2つ目に行きましょう。2つ目は前衛の孤立という点です。今回生存意識が高いということですが、それが裏目に出たシーンがありますね。このメガホンとメインでキルを取ったシーンですが、やられたに反応して下がってしまうんです。ここ1回行くんですけど下がってしまいます。生存意識が高いがゆえにっていうとこですね。ですが、この時点では味方がまだ右にいることがわかります。まあ、右というか正面ですね。ですが、下がってしまい、味方を孤立させてしまうということになるんですよ。こうなると、カバーっていうのはできなくなりますよね。で、こういう時に前に出るのも大事なんですが、敵が気になるようであれば、ポイズンを投げてクリアリングっていうのをするのも、ありっちゃありな方法となります。そこにいないのがわかれば、カバーで前に行けますからね。まあ、カバーというと、カバーをするにも前に味方がいる状態っていうのがまず好ましいです。で、かつ射程内に収めるという条件があります。ここで孤立させずにカバーができるようになると、攻めを維持できることもありますので、強気で行っていくっていうのが大事ですね。生存意識が高く余計なデスを抑えれてるのはいいことかなと思います。ですが、メインが最長射程で当てることを要求される間合いになっていますので、今度は距離を少し縮めて位置角を狙える距離にしていくといいのかなと思います。ちょっと前に出るだけで押し込みの力と対面力はだいぶ変わるなと思いますね。それでは最後で Q&A いきたいと思います。課題がいっぱいある中でどれを優先すべきかわからないのと、自分で見えていて悪い癖がある気がすることですというのがありました。で、課題4つほどあったんですけど、ちょっと課題の優先度の決め方っていうのに関して話をしたいと思います。まず課題の優先度に関しては、即効性があってどのマップやルールでも活用できるものから改善していくといいかなと思っています。なので今回の案だと、右へポイズンをもっと投げてたらよかったかもになりますね。まあ、これはポジションに対してどう圧を与えるかの話になるので、ポジションを意識した改善は湯の花以外でも活用できると思います。ポイズンを投げることによって敵がどう動きづらくなるのか考えていくと、投げる場所も考えたりしますし、投げる距離的に前に出る必要も出てきますよね。これだけで中央への圧の考え方の幅が広がりますし、距離が近くなることによってメインの精度も求められます。さらに味方に役立つポイントに投げることが要求されるので、まあ、これでだいぶ改善はできるんじゃないかなと思いますね。
で、こういった改善をするときは優先度もありますが、一つの言葉の裏にいくつ含まれるのか考えるといいかと思います。単純に切るの改善をしようといった場合なんですが、切るを取る要素ってたくさんあるんですよね。グラドリで取るのか、正面から直を当てるのか、角散で倒すのか、いろいろ手法があります。なんですが、そんな感じで分解していって一つで網羅できることを考えてみるといいかと思います。なるべく一つのコードで複数を網羅するっていう感じですね。なので優先度の付け方としては、いくらか案を出して絞っていくっていうのをやってみるといいかと思います。では続いてです。キャリー力をつけたいっていうところですが、キャリー力に関してですが、どの部分で味方を背負ってあげるかが問題になるかなと思います。例えば指の切り力を求められると、精度が高いのでかなり難しいんですよね。これはやっぱ時間と連動が関わってきます。また切るに躍起になって試合が負けてしまっては意味がないですよね。あくまで勝つことが大事となります。ですが、これをアシスト数を増やして味方の対面を簡単にさせるということをやった場合、対面軽減で味方のキャリーの一種ができるようになります。まあ、アシストキルを大量に出すっていうところですね。要はキルを大量に取ることだけではなく、引きでキャリーできる部分を意識するといいかと思います。寿司とかであればキル取ってなんぼみたいなところありますよね。押し込みが強いとかありますが、指の場合はキルも取ることも大事ですが、相手を前に出させないために押し込む方が強かったりとか、味方の援護が強かったりします。なのでここの考え方次第だと思いますね。で、僕の場合はキルよりもアシストを大量に取ることによって味方の対面軽減と生存率のアップにつなげていました。これに関しては未だに変わらないですね。で、数値としては低いものになってきますが、試合貢献度としては高くなることが多いです。まあ、バトルナンバーワンとかもこれでだいたい取れますしね。なのでこんな感じで、まずはキャリーの定義を決めると立ち回りやギアに反映されてきると思いますので、一度ここを練り直すの方がいいと思いますね。で、キャリー力っていうところで言うと、誰かの真似してするっていうのもありですが、自分なりのキャリーっていうか、こういう勝ち方がしたいっていうのが決まるといいと思います。ということで質問に関しては以上となります。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。